マーガレット・オブ・スコットランドは、スコットランド王・マルカム三世の二番目の王妃。イングランドのサクソン人、王・エドマンド二世の息子エドワード・アシリングの娘、エドガー・アシリングの姉。マーガレット・オブ・ウェセックスとも、カトリック教会と聖功会で聖人とされる。ノルマンディー公降ギオームによる、イングランド征服から、母・アガサや、弟・エドガーらと逃亡の途中で船が遭難し、 スコットランド東海岸に打ち上げられた。彼らはスコットランドの宮廷に迎えられ、マーガレットは最初の王妃、イーンが防具をなくしていた、マルカム三世の新たな王妃となった。サクソン好みのマルカム三世は、サクソン人王の血を引くマーガレットとともに、封建制度を推し進めた。また、宮廷の習慣を、サクソン方式に改め、教会の行事や典礼を、 それまでのケルト式からローマ式に改革した。マーガレットはその功績から後に劣勢された。マルカム三世とマーガレットの間には六男二女が生まれた。ありがとうございます。